寺門政権像、寺門政権慶応4年3月24日は幕末の受学者、意味川良。字は、古恩。通称は矢後左衛門。国旗、蓮子という号もある。水戸藩御家人であった寺門勝春の子として生まれ、13歳で、父が死ぬが、彼は、本妻の子ではなかったために後を継いで士官することが、許されなかった。 宝刀部来の生活に身を委ね、19歳の時に腹違いの兄が水戸家のローを離れたために父から受け継いだ別宅を売って一時の生計にあてる。その頃から、折中学派山本緑院の触覚、門人となった。文政13年、水戸藩の新しい藩主となった徳川成明が藩政を一新し、優位の人材を広く登用する主意に応えて、 再度上書して目殺され判定の門前で誓願を試みることまであえてしたが、士官は叶なわなかった。それからは、駒込で塾を開いていたが、天保2年より、江戸の風俗を記した、江戸半盛記を執筆する。天保6年3月、青表紙本検閲の最終責任を負う、昌平坂学問所、林十歳の助言を受けた江戸南町奉行、筒井。 伊賀守るの命により、江戸半盛期初、二編は、負け賊の書として、出版里目の処分を受ける。その申し渡しを無視するように、第三編以降の刊行を継続する。天保十三年には、江戸南町奉行、鳥居、海守に召喚され、第五編まで書いていた、江戸半盛期は、風俗理願を漢文に書き綴り、避難挨拶を、極めその間に、政権の藻印象。 政権の道を怪我したと判断され、武家暴行を構えという処分を受けた。この際鳥居は、受学者の胸とするところは何かと問い、政権が、孔毛の道によって、己を正し、人を正すところにあると答えると、すかさず、江戸藩城期を突きつけ、この書のどこに、孔毛の道が解かれているか答えようと迫り、返す、答えのない聖は罪に服した、と、木村改修が、 随筆に記している。以後、自らを、無用の人と称して、越後国や、北、関東を放浪する。やがて、武蔵国目沼に四軸を開いて、晩年を過ごした。門人として、小浜大会、松本和都松本文才小松春山、市原角太郎、岡田光さん、三木ばかり堂、招致水斎、青木西村、根岸武香などがいる。 他の著作として、政権一家こと、政権万筆、新潟繁盛期など、前代、幕末、維新期の文学法制大学出版局、1972年、109p。前代、幕末、維新期の文学法制大学出版局、1972年、108p。前代、幕末、維新期の文学法制大学出版局、 1972年 119P。前が愛、幕末、維新期の文学法制大学出版局。1972年 124P。松岡秀夫、鳥居王像天皇の改革の弾圧者。中古文庫 ISBN978 から41億2205万 342740P。ありがとうございます。